はい、こんにちは、にゃでーす。ってことで、マーベルコラボの新キャラクター性能、そして既存強化見ていこうと思います。かなりですね、今のところ本体も武器も強いですから、期待してみてください。そしてね、高評価よろしくお願いしますね。そしていつも高評価押してる方、ありがとうございます。はい、助かっておりますのでね、ぜひとも高評価だけでもよろしくお願いいたします。はい、ということで、まずは新キャラ、ガンビットでございます。モンスター番号17226。スキブ3つ、30段変身、2段変身ですね。30段で結構重めです。はい、で、闇ですね。はい、ってことはまたブラックバードが強くなるのか。はい、です。で、変身後こちらでございます。受信4つ、無効貫通、ダホ焼き2つ、火力高いですね。はい、で、2ターンのスキルで自分の上限が50億第3属性までありますね。150億出せます。指が2倍、6解除して回復以外から闇を6個生成ですね。で、リーダースキルが闇2コンボで軽減9倍、3コンボ加算、固定1ダメージ、全パラ 3.5 倍、強くない？リーダースキル。はい。まあ、とりあえず闇2コンボ分を生成してくれるのがガンビットってことですね。はい。3.5 倍軽減で、おそらくこの軽減がですね、マーベルが 35% 軽減になってることから、3.5 倍、35% 軽減。すごい耐久力高くないですか？はい。で、しかもコンボ加算あって固定ダメージもある。だいぶ強いですね。はい。ガンビット強くない？はい。まあ、ただ、スキルで回復作んないから、やっぱりあれですかね。ルーレットループとかで回復作ることになるんですかね、結局ね。はい。って感じになっております。ステは1万弱ですね。回復力、HP が。HP が1万弱。火力が6000なんで高い方かなと思います。はい。まあいいんじゃないでしょうか、ガンビット。リーダースキルが強いですね。随分と。だいぶ強くない？はい。まあ、ってことで続いてガンビットの武器いきましょうか。武器こちらでございます。攻撃タイプ追加にお邪魔完全耐性、暗闇完全耐性、泥鏡6個、3ターン遅延、3ターンの間、光属性に変化ですね。敵全体が光属性に変化です。はい。暗闇お邪魔武器が出てしまったんですね。そして3ターン遅延と。実はですね、お邪魔完全耐性、毒完全耐性の武器はあったんですけど、暗闇お邪魔の完全耐性組み合わせは確かなかったはずなので、かなり優秀かなと思いますね。これねー、代用聞きづらいですよ、かなり。ピタッとね、使う時があったらですね、きついだと思います。はい。まあ、多少ね、妥協して、まあ、片方 30% とかになってもよかったらね、60% とか、まあ、いけると思いますけど、うん。完全な内容は今んとこないですね。はい。しかも3ターン遅延持ってるから、序盤でも使いやすくて結構いいですね。はい。こちらガンビットコミックカバーでした。やっぱ武器強いね、マーベルコラボ。本体もいいんだけど、やっぱ武器もいいんだよね。はい、次でございます。続いてガンビットもう一個の形態。闇属性追加、樹脂に泥鏡にチーム HP。で、しかも3ターンの間、闇のエンハンス5倍、3コンボ加算、2ターン変身と。なんか、まるでハロウィンのキャラクターみたいな感じだね。はい。という感じになっております。闇属性追加、樹脂武器ですね。はい。まあ、これは闇属性のパーティーじゃないと使いづらいけど、あ、でもこれあれだね、芝達也の編成とかでも強いですね。闇属性追加しながら樹脂まで増やしてくれる。ちょっと芝達也でも使えそうですかね。はい、という感じになっております。ガンビットクラシックカバーでした。やっぱ武器強いですね。武器両方強いし本体も強いしって感じでした。はい、ってことで次行きましょう。続いては、はい、続いてはこちらでございます。はい、ウルバリン&マグニートですね。あ、ここの2つ組み合わせになるんだ。ウルバリン&マグニートでございます。スキブ4つ、樹脂4つに無効貫通ですね。あ、樹脂4つ無効貫通。さっきの変身後の覚醒ですね、これ。それが変身前で持ってるんだ。HP 高。1万1000だって。で、攻撃力が5500と。で、光属性、火属性。3ターンのスキルで指と光と火のエンハンス2倍。ロック解除して、火、水、光回復を4個ずつ生成、スキルが進化ですと。で、進化後のスキルがこちら。はい。1ターンのスキルで7、6番目にして、ロック解除して、火、光回復を4個ずつ生成で戻りますと。あ、また3体ループですね、これ。違う？最短3ターンだから、2体ループできるのか。4ターンに2回打てるってことはそうですね。2体ループですね。ウルバニンは、生成2体ループでございます。すごい分かりづらいけど、このループ。はい。あ、もう2体ループですね。という感じになっておりますということです。そして、はい、リーダースキルが、ウェポン HG、ミュータント、指揮者、光火の同時攻撃で、激減30倍、3コンボ加算、固定2だ、また2ダメージだ。で、光と火の HP が 1.1 倍ですね。はい。まあ、また2ダメージだけど、多分この2ダメージは2体いるから、アンドだから2だけでしょう、多分。2人合わせて1も変だしねっていうことなんじゃないですかね、多分。はい。ね、わかんないけど、原作再現というか、2人合わせて1よりは2の方が良くねみたいなことで2になってるだけだと思ってます。まあ、たまになんかコメント欄でね、2を不穏に感じてる方はいらっしゃいましたけど、私はね、さすがに、なんか、追い打ちダブル、根性ダブルみたいなね、追い打ち2ダメージ以上ないとダメみたいなことはないんじゃないかなと思っております。はい。まあ、あったらびっくりしますけどね。はい。って感じですね。ウルバリン&マグニートはリーダー枠で、かつね、2体ループのキャラクターでございました。
面白いよね、このループね。はい。同じキャラを2回ずつ撃つループですからね。はい。ということで、続いて武器行きましょうか。武器こちらです。はい。ウルバリン&マグニートコラボカバー。あ、え？クライム完全耐性、毒完全耐性、スキブ武器。ちょっと待って。武器のインフレやばくない？耐性のインフレやばいってこれ。さっきだってお邪魔とクライムだったよね。今度はクライムと毒なの。あ、で、これでじゃあ全組み合わせじゃないか。え？全組み合わせか。出たんじゃないですか？はい。え、全組み合わせじゃないか。全組み合わせだわ。3通りしかないもんね。あ、出ましたね。暗闇毒、暗闇お邪魔毒、全部の組み合わせの耐性が出てしまいましたね、ここで。はい。で、しかもスキル持ってんだ、こっち。で、2ターンのスキルでダメージ無効、6ターンの間強化ドロップが 100% 落ちてきます。はい。まあ、覚醒に比べるとやっぱスキルはそこまでだけど、やっぱでも2ターンダメージ無効が強いから、全然いいよね。はい。だってこれ、言うならば、1ターン目に打ったら2ターンは耐久できるわけだもんね、1コンボで。いいんじゃないでしょうか。いや、マジか。まあ、2ターンチェーンと一緒ですね、これ。2ターンチェーンよりもちょっと重要か。2ターン変質とかなと一緒ですかね。はい。暗闇、毒、スキブ。いいね、武器。いや、武器いいな。本体も強いけど、武器強いよな。本体は新しいリーダーって感じで、武器は既存にも組み合わせできるよって感じだよね。はい。続いて、マグニートの武器。スキブ2個、チーム HP2 つ、ドロー強2個ずつ。はいはいはい。マグニートさん、やばいですね、これ。チーム HP2 つ持ってて、スキブも2個持ってんだ。え、しかも3ターン変質持ってんの？3ターンの間、指が2倍で、7、6番目にして2、3ターン変数です。いや、ちょっとインフレやばくない？特に武器のインフレがやばくない？ちょ、びっくりしてんだけど。マジかよ。はい。って感じですね。いや、武器やばいな。はい。って感じです。マグニート&ウルバリンでございました。さて、続いてでございます。続いてなんですけど、はい。こちらですね。これ何ですか？プロフェッサー X が登場です。交換呪霊入手できるキャラクターです。モンスター交換呪霊入手できるキャラクター。です。っていうことですね。はい。こちら。バインドスキブ封印。お邪魔雲大地、雲帯耐性に十字 L 字チーム HP に全パラ強化。5ターンのスキルで5ターンの間指が 1.5 倍。落ち込み打ちルーレットループ。あら。ルーレットループだ。え、無課金でルーレットループ出すんだ。しかも光属性だ。なるほど。って感じ。あー、そう。しかも結構いいですね。これ、汎用性で高くない？ L 字十字雲帯チーム HP で全パラ強化だったら別にどこの編成にも入るもんね。まあ、属性は光属性だけど、まあ、属性追加したら本当に何のパーティーでも入れますね。で、リーダースキルが光の2コンボで激減25倍、3コンボ、魔法さん、回復力3倍ですね。あ、激減回復力3倍だから、あ、普通にこれ、屋長とかリーダーで勝つことも可能ですね。なんならマーベルの相方にしてもいいかもしれないですね。はい。って感じになってます。プロフェッサー X だよね、これ。回 ?X?H? はい。ちょっとこれでわかんない謎です。はい。X か H か K ですね。はい。という感じになっております。ルーレットループです。いいね。これ無課金キャラではない。交換所キャラクターだから無課金キャラではないんかな。黒メダルとかかもしれないですけど。はい。いいんじゃないでしょうか。こちらも強いですね。そして、はい。なんか喋ってたよね。まだね。はい。こちらです。ウルトロンやグリーンゴブリンなど、数多くの新たなヴィランも登場しますってことで。これはガチャキャラじゃないのかな。レアリティ5だ。5です。はい。ウルトロン。こちらが、ウィーたくさん、ウィー10個持ちに浮遊。4ターンのスキルで6解除して、左と右に光と回復作って、無効貫通スキルエンハンス3倍です。まあ、リーダースキルは読まなくてもいいかな。使わないだろうし。はい。続いて同じくリアリティ5。グリーンゴブリン。これダンジョンキャラかな？いや、ダンジョンキャラにしたら強いな。浮遊樹脂2つ、無効貫通2つ、L 字2つ、お邪魔耐性持ってます。3ターンのスキルで2ターン落ち込んだし、光を木に変えて、ダブル吸収です。強くない？変換持ってて、しかもダブル吸収するんだ、これ。結構強いね。人時代前だったら全然ロイヤルノーチラスとかのサブに入ってそう、これ。はい。続いてこちらです。アポカリプス。回復ドロ強4つ。浮遊樹脂3つ。火力高いですね。はい。8枠潜在だね、そして。スキル進化だ。29ターンのスキルで10ターンの間自分の上限が60億。ちょっと待って、え？出た。そういう系ね。しばらくの間上限解放する系ね。ってことは、10ターンの間120億出せるんだ。1200億出せるってことですね。はい。で、2ターン変数しながらスキルが進化します。進化後のスキルがこちらですね。はい。2ターンのスキルで落ち込んなしになって、2ターンの間落ち込んなしになって、無効貫通、ランダムドロップリフレッシュレッシュです。はい。5ターンのスキルで2ターン無効貫通ですね。で、しかもさ、これさ、今気づいたんだけどさ、リーダースキルに水闇同時攻撃だね。はい。芝達也、グランエルブ、黒飛びとかの相方、リーダーになれるキャラクターでございます。水闇同時攻撃で半減12倍、2コンボ加算固定500万ダメージ、全パラが 2.2 倍です。という感じです。いや、いいね。これ、アポカリプス強くないって、多分これ、ガチャキャラだよね、多分ね。はい。強いですね。普通に。欲しいです。という感じになっております。いいなぁ。え、マジでいい。これでとりあえず終わったかな。はい。終わりましたね。とりあえず、こう、ヴィラン紹介終わりました。アポカリプスが結構熱いね。柴達也系で使えるので。はい。って感じになってます。いいですね。
さあ、で続いて、あ、なんかログインの話もありますので一応見ときますが、ログインスタンプでもらえますよ。ガチャがもらえるんですね。ガチャが2連、無料ガチャ2連配布ですね。という感じになっております。はい。いいですね。ガチャ配布。ということで、以上でございます。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンによろしくお願いいたします。あとね、感想コメントもぜひね、書いてくれたら嬉しいです。じゃあねー、バイバーイ。